ジャン・マルティノンは、フランスの指揮者、作曲家である。マルティノンは、1910年1月10日、リヨンに生まれた。パリ音楽院ではバイオリンを学び、バンサン・ダンディ、アルベール・ルーセルに作曲、シャルル・ミュンシュとロジェ・デゾルミエールに指揮を指示。バイオリン奏者として出発するが、指揮者に転身、パリ音楽院管弦楽団、ボルドー交響楽団、 コンセール・ラムルー、イスラエル・フィル・ハーモニー管弦楽団、デュッセルドルフ交響楽団などの主席指揮者などを歴任。1958年からはフリーランス。その後、1963年にはシカゴ交響楽団の音楽監督となるが、オーケストラとの相性は決して良くなかった。後年のインタビューでアメリカでの苦渋に満ちた時代は思い出したくないと。 コメントしているほどである。1968年からは、フランス国立放送管弦楽団の音楽監督に就任し、フランス式会における重鎮として活躍したが、1976年3月1日、66歳という熟年期に他界した。来日は3回。1953年及び1963年に、 NHK 交響楽団1970年には日本フィルハーモニー交響楽団に客演した。これらの演奏の中でもストラビンスキーの春の祭典などを指揮した演奏については岩木博之の著作の中でも紹介されている。ジャン・マルティノンの指揮は名跡かつ力強さを持ちドビュッシーに代表されるフランス音楽を得意としていたが、 自身ドイツ系アルザス人の血を引き、ドイツ音楽の解釈に対しても、指揮者からの指示は高かったと言われる。日本でも、評論家の宇野候補は、早くから、例外的に、ドイツの構成力を身につけた人と評していた。しかし、シカゴ交響楽団では、同団が、伝統的に得意とするドイツ音楽の比重を下げた、ことが不評を招いた。録音では、 フランスものの評価が高く、主兵のフランス国立管弦楽団を指揮した、ドビュッシーの管弦楽曲全集、サンサーアンスの公共曲全集、ベルリオーゼの幻想公共曲、ラベル管弦楽曲全集などが、特に有名である。作曲家としても多くの作品を残しており、弦楽四重奏曲、公共曲第4番、思考は録音もある。ありがとうございます。